こっちを蹴ったら、ジャブ打つわ、最初は。よく蹴って、ジャブ。その時に前足と一緒に出すと。そう、前の足と一緒に、ドン。まだ蹴が先に来てるんですね。そう、その方が痛いですよ、こっち。よく蹴って、おー、前、いいね。そう。で、手を下げないね。こういって、そのまま打つと。そうしな。これをね、こうまま動かさずに止めといて、その前足を出す。そう。これ最初は避けるときは止めとく。止めといて、出すときに前足出す。そう。その方が威力が出ます。そのまま避けて、おう、まいね。で、こっちはしゃがんで、ラスト。横に行くと遅くなっちゃうからね。かすに構えて、そう。こう来たら、そんだけ。それだけ。こう来たら、しゃがむだけのストレート。しゃがむだけ。しゃがんで起き上がる力ね。だから深くしゃがんだ方がいいかもしれないですね。グッパーの方が多分上げやすいと思います。グッパー、で、今度ステイバックは。うい。いいね。すげえうまいな。やりやすそう。最初何しよう。最初何しよう。30分半。おー、上手。で、こっちは避けたら、そう、前足と一緒にね。これ慣れたら。さっき言ったやっぱ。ナイス。で、そこまでストレートに行きましょうか。そこから。よけて、つなげよう。ワン、ツーって感じ。つなげよう。チャンスなんで、よけて打ったら。パッと次、よけて、はい、もう一回行くでしょ。よけられて、それもありうる。なんで、避けてジャブ打つ。で、ストレート打ったけど、それが外されても、まだ続くと。よけて、で、サンドで、こっちの場合は、外して、そうだね。シュッ、切らして。そんな感じで、いきなりタイミングでずらした方がいいかな。シュッ、ダン。で、だんだん体が正面向くことやりにくいね。もう一回、ふい。ふい。お前で、ね、アドリブ。シュッ、ナイス。そうです。で、ステイバックは。ふい。ナイス。これ一番上手かな。ふい。ナイス。で、こう来たら。ナイス。いいっすね。フック出るね、そんな。